はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も絶好調のマッチです。今回はね、飼い主がこう外出先から帰ってきて家でお留守番しているベンガル猫2匹、ベンガルズの反応がどんな感じかの動画を撮っていきたいと思います。ちょっとね、今テスト期間中で勉強が忙しいので、ちょっと Vlog 的な感じで日常をね発信したいと思います。これからベンガル猫を飼おうか迷ってる方だったり、まあ猫を飼おうか迷ってる方、留守番して家帰ってきた猫2匹のね反応どんな感じなのか見ると、今後のイメージとか湧きやすいかなと思うので、まあちょっと参考になる点もあると思うので、ぜひご覧ください。では早速2階の方に、2階リビングなので2階の方に行きたいと思います。はい、外カメラに変えました。ここがリビングですね。お迎えですね。今時間3時かな、3時ぐらいなんですけど、朝6時に出て3時に帰ってきて、しっぽピンって感じで出迎えてくれてますね。開けます。こんな感じで、あれ大体こんな感じかな。いつも2匹ともこう来ますね。すぐしっぽピーンって立って嬉しそうにこう迎えてくれます。これが夜遅かったりするともっとあれですね、すごいですね、泣いてご飯を早く出してくれって感じで、こんな感じで迎えてくれます。日によってはサンルームの中で、サンルームの中いるんですけど、今多分夏で暑くなってきて、今28度設定に部屋してるんですよね、これ。なんでサンルーム多分40度ぐらいあると思うんですよね。こんな感じ。特にあれだな、エアコン設定28度に今してて、でもだいぶ涼しいですね。エアコンに言うか、エアコンの弱設定ですね。いつもうちは毛が回らないように。なんかあるかね、なんかありますか、ゆぶさん話すこと。割と本当激熱のサンルーム、30何度以上あってもやっぱエアコンの冷たさ嫌って外いる時のが多いんですよね。なんであえてエアコンはいつも弱で回してます。でエオリアアプリだと、室温とか見れるんで、それで外出先で確認したりとかするし、あとタポです。あのタップっていう監視カメラでちゃんと無事か確認したりしますね。ってな感じでね、この一人暮らしの方とかこうやって2匹いても割とこう元気そうにいてくれて、あとお迎えも来てくれるから、なんとなく寂しさ紛らうのかなっていう感じがしますね。カーテンかまの好きなんですね、イブ。テンション上がると。カーテン甘がみするのが好きです。なんでちょっと今週、ちょっと忙しかったので、今回猫クイズはなし。はい。では Vlog お試しで上げてみました。終わりましょうか、ベルさん。では皆様素敵な猫ライフを。バイバーイ。バイバーイ。はい、やっぱ猫クイズやることにしました。
今回の猫クイズいきます。ででん、これですね、この麦わら帽子、猫ちゃん用麦わら帽子なんですけど、この商品の値段はいくらでしょうか。1番100円、2番500円、3番1000円、4番3000円。それではシンキングタイムスタートです。はい、終了です。正解は1番100円でした。安いっすよねこれ、100円ですよこれ。ダイソー、天下のダイソー、ペット用麦わら帽子。あ、ごめんなさい、これ100円だよな、300円なんかな、値段確認しなかったな。多分100円、100円書いてないの、値段がね。ごめんなさい、これ300円だったらごめんなさい。正解100円か300円、どっちかです。正解1番2番かな。でもこれクオリティ的に適当なね、クイズになっちゃったけど、クオリティ的にこれ3000ぐらいしそうじゃないですか。すごいですよね。被るのかなこれ、出るわ。なんでぜひね、これ可愛いなと思った人、ダイソー行けば買えるので、これいいんじゃない、ほんと迷わず買いましたよ。これはこれで100円は安いと思って。どうだね、正解した方は素晴らしい、猫運爆上がりです。で、外してしまったあなたはグッドボタンぜひお願いします。それでは、クセがこれ紐で遊んでくれるね、紐で。それでは次回のネッククイズもお楽しみに。バーイ。